とあの人よりちょっとだけ食べることができる女です。いやー、なんかすごい今までと違う感じのロケって感じなんですけど、帰れば10ですね。帰れば10。ちょっと入ってます。イエーイ、ランキングに入ってます。おー、マジで？すごい。あー、はい、はい、というわけで始まりました、久々のサムライティング。どうぞ。さおばさん、はい、隣の美女は誰ですか？ご紹介していただきましょうか。自己紹介、はい、お願いします。はい、皆さん、はじめまして。私、増渕幸代と申します。あの、人よりちょっとだけ食べることができる女です。いやー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よいしょー、さっちゃん。はい、というわけで、今回ちょっとね、なんかすごい今までと違う感じのロケって感じなんですけど、今回何ですか？カフェレストランガストさんのご協力をもとに、はい、はい、某テレビ番組の全部当てれるまで帰れないシリーズを、はい、まあ、帰れば10ですね。帰れば10。言っちゃダメだ。ここあれだからね、編集のあれで決まるから、帰れば10ですね。を徹底的にパクった侍らしい、はい、はい、侍でお送りする帰れば、今回はセブンを、セブン、セブンをやりたいと思います。ってことは、人気メニューのトップセブンを我々で当てると。当てます。実際食べて。食べて。何品ぐらいあるんですか、全部で。100です。ちょっと待ってよ。いや、それで3人でやるの、我々。基本3人みたいですけど。できる？で、7% っすよ、ヒット率。というわけで、本日はこのカフェレストランガストさんで、はい、帰れま7の人気メニュートップ7を我々が当てようと、はい、これ逆に今ちょっと意気込みをみんなでやりたくて、はい、私どうしても一個やりたいのがあったんですけど、いいですか？いいですよ、はい。あの、あの、幸代さんね、サムライイーティングちゃんと見てもらってるね。好きなんですよ。あ、でも好きなんです。レッツクックからのレッツイーゴか。はい、あ、じゃあレディーパスでいきましょう。誰じゃん、かちゃんから。じゃあ私は、いっちゃっていいですか？いいですよ、いいよ。マジでガチガチに当てに行きます。私、はい、チーズインハンバーグいきます。チーズインハンバーグ、これ絶対です。 100% 入ります。僕は、はい、こちらミックスグリル。あ、もう、はい、もう王道いきます。いや、もちろんでしょ。だし、もうこれが今一番食べたいです。はい。これいきます。じゃあ、チキテキ。はい、ありがとうございます。すごいハンバーグ大きい。ありがとうございます。はい、来たー。アボカドリのピリ辛スパイス。はい、ありがとうございます。チキテキ。チキテキですね。じゃあ、で、これを食べるけど、でも一旦いただきます、しょぎます。はい、終わりました。それでは、帰れませんスタートです。いただきます。よいしょー。チキテキですね。はい。いや、僕でも思ってたよりでかいんですよ。うん、だいぶでかい。一番でかい。肉でこんだけでかいってなかなかですよ。いただきます。うまい。なんか僕の想像してたのと全然違いました。違う。しっかりスパイス効いてて、スパイス系です。で、調子です。香辛料が結構効いてる。効いてます。パリパリで柔らかくて美味しい。もうバクバクいっちゃうんで、はいはい、あの得意な食レポ次いっちゃってください。じゃあ、ワイはミックスでございます。まあ、これやな。いただきます。いただきます。いい。
かわり。マジでうまいこれ。これ米食いたいです。めちゃくちゃ米食いたいです、うん、ないの。暴走しないでくださいね、おかわりとか。プリプリでいいっしょ。やってもいっちゃってください。いっちゃいますよ。これソースがまたうまいんだよな。いくよ。もうみんなお待ちかねの瞬間。はい、じゅわーとろー。最高です。こういうのは全部さっきに任せていいんだよ、うん、俺らポンコツだし。食べてましょう。実際うまいからさ。よいしょ、いくよ。ほら見て見て見て、これ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 よ。いやん、はい、もう言うことないです。完璧。もうね、なんだろうね、このトロフワッカン。チーズもなんだけど、やっぱお肉、ハンバーグそのものが柔らかいから飲めちゃうよね。めちゃうまい。これハンバーグさ、うん、肉肉しいのに柔らかいよ。そうなんだよね。ちょっと独特だよこれ食感。で噛んだら肉汁ドバーン。素晴らしい。これ山椒系のスパイスって入ってるんですか。入ってます。なんかちょっと痺れますよね。爽やかな痺れが。うまい。うまい。これ結構食べ応えあるな。このメニュー。やばい。もうほぼないじゃないですか。うん。ただ満足度半端で、だってソーセージあって、ハンバーグあって、チキンあって、このポテトあって、うん、これ1位だね。1位の味してるよ。みんなすごい同じタイミングぐらい食べ終わる。うわ、時計合ってるでしょ。合ってます。さっちゃんも準レギュラーだ。やった。でもいいよ、発表。どこから発表するの？お、僕分からない。はい、第何十何位みたいな感じ。いや、ランク外か、そのちゃんとランク入ってればそのランクは言います。おー、マイルが食べた、はい、月的若鳥のフリーカツ大成功。はい、ランキング入ってます。おお、マジですごい、やばー。ほらほら、ここはやばい。ちょっと7位以外で、7位以外で。普通にすごくない？すごい。俺絶対上ないわと思った。なんかその届いてからダメ出ししたじゃないですか、うん、どんどん不安になってくる。すごいね。いやマジですごい。ちなみにあの5位です。わお、すごい、すごい。順調順調。今日勝てるなこれ。勝てる。じゃあ次、鈴木さん。鈴木さんが食べたすぐに。はい、はい、こちらがランキング外です。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。しかもさ、すごくさらって言うからさっとね、めっちゃごめんなさい、まあ、それはやっぱランキング外なんで、そんなもうモザイクでランキング外はずっと次食べて全部問題でも落ちるか。これ結構へこむね。やばい。じゃあ、増渕さん。はい、お願いします。チーズインハンバーグ、はい、ランキングに入ってます。イエーイ。これはそうなんですよね。じゃあ1位です。おお、やった。そんなさらっと言うの。やっとー。じゃあ姉さん、姉さんどれ。いいですか、じゃあ行っちゃいます。私はパスタ攻めたいと思います。私はですね、こちらトマトソーススパゲッティいきたいと思います。はい、いくらですか。これがですね、499円。安い安い、マジで。わいはこれですね、たっぷりマヨコーンピザ。いい、499円。安い。549円、大好き。これこれ絶対でしょ、うん、大人も子供も大好きです。嫌いな人見たことないよ。その通り。じゃあ僕これいきます。オムライスビーフシチューソース。あー、いい。結構パン来た。大好き。699円。わかる。リアルにもうトップ6当たってんじゃない。当たっちゃったね。これでも499円の流れでちょっとミートドリアも気になっちゃいましたけどね。はい、ありがとうございます。トマトソーススパゲッティ。はい、たっぷりマヨコーンピザ。はい、僕です。でかっ。でかっ。だいぶでかい。山じゃん。すいません、これは誰にこびればいいですか。あのちょっとブースターかけてもいいでしょうか。
ごい。いやだ、生ビールをちょっとお願いします。さっちゃんといえばね、やっぱり生ですから。スターで飲みなさい。っていうかでかいっす。はい。俺が言うのもなんだけど。いいね。これで499円。嘘だろ。じゃあ僕先行っちゃいますよ。あ、どうぞ。このトロトロのオムライスを。だってこれで500ちょいってやばいよ。そうか。どうですか？飲み物。どうって。めちゃくちゃ美味しいですね。ああ肉が。で肉もうまそうね。おお。めっちゃ卵とろとろじゃん。最高。うん。いい。じゃあ、美味しいです。いっちゃおうかな。どうぞ。いっちゃおうかな。おまま結構美味しい時の顔可愛いな。なんか可愛いって思っちゃったね。いいね、トマトがなんかゴロゴロ入ってる感じ。全部すりつぶされてるってよりかはちょっとしっかり身が残ってる感じのスパゲッティ。うまい。この程よい酸味がいいですね。長年愛されてるだけある。愛されてるだけある。すいません、ありがとうございます。ね、ちょっとさ、こっち来た時のテンションと違くないの？あなたお前別に悪いことじゃないけど。すいません、ではごめんなさい。はい、よいしょ、よいしょ、乾杯です。あー、本当にうまい。最高。すごいな。ほぼない。すごい。じゃあ僕も行っちゃいますよ。行きます。ああ、もうてかマジで、あのね、でかいし重いっす。で、重いもん。あります。どこだ、4分の1できるんですね。あ、めっちゃうまい。これコーンとチーズとこの下のトマトソースですか。その間にもなんかソース入ってますね。これ入ってないですか？マヨネーズ。なんかね、めちゃくちゃうまいんですけど、何の味って言われるとちょっとね、マヨネーズかな。あ、マヨネーズですか。でしょ、これ本当にうまい。これ、これ1位はないにしても多分2位だと思う。お、うん、すごい。で、食べた時にじゅわってこのマヨコンの食感とね、香りが来ると思いきや、意外にこの香ばしい裏の生地の香りがパッと来る。あー、確かにいい色だ。サクふわみたいな。からのマヨのギューンみたいな風の味が何重にも攻めてきてる。でも、まだ1個待ててないんで、あんま喋んない。あー、すみません、すみません。本当に、本当にうまい。はい、食べました。これ、マジで入ってる。入ってなかったらどうするんですか。絶対入ってる、絶対入ってる。すげー自信満々なんで、鈴木さんからにします。お、鈴木さん、鈴木さん、何言うんですか。僕が食べたのは、ピザの、2個あるうちの1つのたっぷりマヨコーンピザ、税込み549円。はい、ちょっとね、え、はい、入ってないし、マヨって書いてあるのに、なんかマヨ入ってる感すごい出してましたよね。なんか隠し味的。え、真剣にお願いします。え、ってことは、こんだけうまくてランク入ってないってことは、やべえ、もう戦場じゃねえかよ、もうランキング。これマジでうまいよ。え？美味しいよ、美味しいよ。美味しいって私も絶対入ってると思ってた。だからびっくりしてるから。今日ランキング当てる日なんです。そう。ユーナが食べたのは、オムライスビーフシチューソース。そうっす。イエス。食べてるランキングに入ってます。うわー、すげえ。すごい。今何位ぐらいだ。今、1位と5位が6位。6位。おお、すごい。あ、7じゃないんだ。え、今1、4、5が分かった。1、4、5が分かった。おお、すごい。3、4、5、7。お願いします。じゃあ、はい、そのままで。じゃあ、松木さんがお召し上がりだった、はい、トマトソーススパゲッティ。はい、こちらはランキングに入ってません。おお、何？パスタ入ってないか。パスタ入んない。これ3人に1人ペースだと、あと5ターンはいくってことですかね、それでも。辛
から好し定食の4つ、4個の方にします。から揚げ4個、から揚げ4個、はい。僕はこちら、うまい肉団子と白菜キムチのチゲかっこ半玉の入り、間違いない。お願いします。でもこれいきます。チーズインハンバーグ&から好しから揚げの、コラボメニューですね。チーズインハンバーグと唐揚げ、はい、はい、これ絶対いってると思います。いい、これいってる。では姫からいってもらえますか。はい、行ってみましょう。いいんですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあすいません、唐揚げいきます。まずはとりあえずこのままでいきます。音がすごい、すごっ、やばい、噛んだら肉汁がもう口の中に飛び出してきますよ、これ。ジューシー、ジューシー。こんだけ分厚いのに、すっごい柔らかいお肉は。ジューシーすぎる。食べてぇなぁ。さっちゃんの食レポ聞いてると死にたくなります。なんかもう、ポンコツすぎて。いや、グラミングしょうがない、しょうがない。世界が違うから。違うんだよね。やっぱプロだよな。プロですよ、ね。プロじゃないですよ。ただのハゲただの食毛ですよ。ゲーハンフードファイターです。ないです、マジで。さすが、これ絶対入ってます。確信。確信。唐揚げうますぎ。おいしい。うん、あ、ってことあり。あり。ああ、いいね、そういうのね。グー。じゃあ僕いきますね。じゃあまずスープからいこうかな。おお。おお。おお。ピリ辛。うまいじゃないですか。なんだ俺、そ、あの、スタッフさんも演者総出でいじられるキャラなのか、俺は。うまいうまい、ピリ辛、結構すっきりめだね。あつい、うまそう。あ、うまい、あぶない。つくねつくね、めっちゃうまい、つくねって感じ。柔らかいから食べやすい。なんかピリ辛だけど、そこまで刺激あるわけでもないから。なんかさ、唐揚げ専門店ってさ、正直ちょっと行きづらさない。私なんか勝手にあるのよ、唐揚げだけ食べに行くっていうことをあんまりしないから。なんかガストさんがこの唐揚げさんとコラボを始めたっていうのぐらいから、めちゃめちゃガストで唐揚げ食べるようになったの。すごい、この唐揚げのうまさを知った。そう、そんなにうまい。うん、大好き。これ食べてみよう。4個入り頼んで1個子供が食べて、うん、あと3つお母さんってパターンも全然あるもんね。うん、それはその考え、確かに。さあ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 、次何行こっかな。はい、すいません、お待たせしました。うん、お、おい、食べた。いいですね。では3巡目ですね。そう、3巡目、はい、の発表に参りましょうか。はい、はい、じゃあ結果発表。お、なになに、ちょっと盛り上がってない。どうした。結果発表ってどういうこと。富士山が、から好し定食の4個ですね、はい、こちらがランキングに入って、今スープ、よっしゃー。さあ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 、やらないで、自分で自分にスニーカー話すの。それじゃあ、あのスピオで1本取るから。なんでよ、ね、なんでよ。自分の金で取る、はい、ランキングがですね、はい、3位です。よし、おお、あ、あら、あ、じゃあこれめっちゃいい情報じゃないですか。3位開けれたの。今だから、空いてるランキングが2位、6位、7位。2位、6位、7位が、まだ当てられてない、当てられてない。じゃあ俺多分これ絶対2位じゃん。チーズインハンバーガー&カレーシから揚げはランキングの中に入っています。本当に、単品、単品は入ってるけど、単品か、コンポ系じゃないんだけど、あ、じゃあミックスグリルマジで無理だったんだ。それが多分結構いい。よかったですね、チーズインミックスグリル行く前に行かれて、うんうんうん、入ってない、はい、はいはいはい、鈴木さんですね。打率ゼロの鈴木さんは、はい、今回も打率ゼロですね。え、まんまですね。早っ。いや、でも、うどん押したの俺だから。うどん押したの僕なんで、すいません、なんか、なんかすいません。マジっすか。そろそろ真ん中モザイク入れます、
回映すか。いいよ。ここの部分だけ映してくれればいい。逆ザビ。なんかゲーハーが頑張ってるなっていうのだけ映してもらえれば。じゃああと267。267。あ、ちょろちょろ。これいけるじゃん。一旦キルできますからね、これ。267ね。当てれば2人。確かにね。だって結構な品数頼んだからね、我々。いや、これ帰れないっすよ、マジで。ギブアップはダメなんですよ。そうだよ、帰れないんだ。帰れないです。ここで寝ていくってことじゃん。これいいじゃん、お腹もいっぱいになるし、サラダもいっぱい取れるし。いい加減いいんすか。え、いい加減出てます。いや、次のフライドポテトはマジで入ってる。どういう、はめられた。おいしい。めちゃくちゃうまいし、これ辛い、超本格的。あのね、本当にありがとうございました。ちょっとこれで懲りずにまた次もよろしくお願いします。はい。